グアンタナモは、キューバの南東部にある都市、グアンタナモ州の州都、人口は20万8千人。サンティアーゴデ・キューバの東方約70キロメートル、グアンタナモ湾の最深部から約20キロメートル北方の地点にある。1819年に、スペイン人が建設したが、18世紀末のハイチ独立に伴い、ハイチからフランス人亡命者が多数移住してきたため、 その影響が市内建築物の様式等に残っている。周辺に広がる農業地帯の中心地で砂糖キビやコーヒー等の集散作業が成り立つことから農産物加工が盛んである。すなわち、コーヒーの生成、製糖、チョコレート製造、種類製造、製塩等の工業が盛んである。サンティアゴデクーバとは鉄道及び道路で連結され、また、 グアンタナモ湾のカイマネラ港まで鉄道が通じている。もっとも周辺に山が多く陸上交通が不便なのでむしろ航空路が発達している。最寄りの空港はマリアナグラハレス空港でクバーナ航空によりハバナのホセマルティ国際空港への就航便がある。1898年の米西戦争でアメリカ軍が占領し、その後アメリカの援助で スペインから独立したキューバ新政府が1903年2月23日にグアンタナモ湾に位置するグアンタナモ基地の永久咀嚼を認めたことによりキューバ革命後に両国の国交が断絶して現在に至るまでグアンタナモ米軍基地が置かれているしかしキューバ革命によって成立したフィデル・カストロ政権はアメリカの基地咀嚼を非合法と非難しており 咀嚼料は一度受け取った以外は受け取りを拒否している。ありがとうございます。